皆さんこんにちは、大経年代表の古賀です。古賀さん、はい、あの今ですね、岸田首相がアメリカに、はいはい、国賓待遇で行っているということなんですけれども、まあ、そういったことも含めて、はい、今の日本の政治をどういうふうにご覧になっていますか？難しい質問ですよね。その岸田さんがね、今アメリカに行かれているところだけじゃちょっと捉えてみるとですよ、一応国賓と言われてます。国賓で、国賓待遇って普通に考えるとですね、日本の代表として行って向こうのアメリカの国賓なわけですよ。ってことはアメリカのトップが迎えるでしょ。そうすると普通考えるとバイデンさんが迎えてくれるんじゃないかと思うんですが、です、ね、岸田首相タラップを降りて最初に握手した人エマニュエルさんでしたよね。言われてましたね。言われてました。まあだからあの画像自体がもしかしたらフェイクかもしれないですけど、まあ結局は迎えてくれたのはエマニュエルさんでした。そして一番最初にどこ行ったかって、バイデンさんに会いに行く前にどうやらマイクロソフト社に行ったらしいですね。そうなんですか。うん。まあこれごめんなさい、私の情報なんでね、あの正確かどうかわかりませんが。はい、と言われてます。あの一応出てました。そういうとこに行ったことは間違いないです。一番最初だったかどうかっていうのは分かりませんが、行ったことは間違いなくて、まあ行ってますよという形で、まあね、いろんなネット上にももうこう満面の笑みで車の後部座席でバイデンさんと写真撮ってるやつが出てましたけど、楽しそうですね。楽しいんでしょうね。うんうんまあだから、あで何しに行ったかですよね。これもあのね、とある方が語ってられて、まあそうなんだなと思いましたけど、いろんなことを約束させられに行っていたりするわけですけど、その中の一つに、まあ、自衛隊基地をあの米軍が使用するのに、今までは許可を得てっていうことだったんだけれども、それももうむしろ解放しますみたいなことを約束しに行っているという話もありますし、もうどん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 ですね、あの、傀儡化していくといいますか、植民地化していくといいますか。なるほど。なんか過去にも、うん、あの日本のトップがアメリカに行ってなんか条約じゃないですけど合意させられていたりとか、そういうこともなんかあるんじゃないですか。まあいっぱいあると思いますけど、まあそのわざわざそれが必要か必要じゃないか論もありますよね。もうだからまさに今の話のところで私もよく言うんですけど、日本は独立国家じゃないですよねっていう話の中、じゃあ日本の上には当然アメリカ様がいるわけですけど、じゃあそのアメリカ様ですら独立国家ではないって話を私はよくするので、その上にはそのマネーのね、天井人っていうのが、私が言う天井人っていうのがいるという前提の中、じゃあこの構造ですよ、この構造、日本は二重に支配されているわけですけど、この構造の中で、じゃあ今の日本の政治がどうなんですかって話になるんですが、まあもちろん良くないです。良いか良くないかって良くないんですけども、どうしたらいいのって言われるとですね、どうしようもないんですよ。これうちの先生のね、あの林勝さんなんかよく言われているし、私もそう思うんですけど、日本の首相っていうのはですね、草刈り場の管理人なんですよ。草刈り場の管理人、日本というのは草刈り場なんです。まあ東西両陣営で近田さんはよく言い方されますけど、まあアメリカ経由とチャイナ、ロシ、まあロシアでもないのチャイナ経由、草刈り場なんですね、日本っていうのは。で、まあそこの管理人が首相、この草刈り場であるというこの構造が変わらない限りは、誰が首相になっても、あの保守派でって言われているあの女性の方が首相になってもですよ、全く逆側の女性の方が首相になっても、いろいろこう目先は変わるのかもしれないんですけど、大枠はやっぱり変わらないんじゃないかなと私は思っています。なので大経年をやってるんですよね。外側からこうなってるよねってことを認識する人たちを増やして、じゃあこの構造に対して我々どうするんだってことを考えられるような人たちが団結していくことがすごく大事かなと思ってますね。やっぱり数は必要ですね。いや、もう数は絶対必要です。でなおかつ、ただただ数でも意味がないので、まあ右往の衆って言い方しますけど、それでも意味がないので、やっぱりきちんと現状を認識して、でその上でやっぱり自分だけ、今だけ金だけ自分だけじゃなくて、世の中、まあ、先人もそうだし、今の仲間もそうだし、これからあの日本を担っていく 後輩たちもそうですけれども、そういう視座で物事を見て、いや何とかしなきゃねって思えるような方々が団結することがすごく必要だなと思いますね。なるほどです
ですね、うん、じゃあまた大経連の会員になるにはまずはウェブサイトをチェックしてください。そうですね、まあ、前回の、ね、お話で誰でも会員になれますかみたいな話がありましたけれども、資格はもちろんございませんので、まずですねうちのホームページウェブサイトホームページをチェックしていただくといろんなことが書いてます。まあですね代表挨拶とか言って熱苦しいことも書いてるんですよ。長いんですけど、もしよろしければそこも見ていただきたいですし、だし上のホームページの一番上のところにですね動画登録っていう欄がありまして、そこをクリックしていただくとメールアドレスだけ入れていただくと私が一人語りをしている紹介動画というのが届くんですね。でこの3本立てのこの紹介動画を見ていただくとかなりうちが何を考えていてで何をやらんとしているのかってことはお分かりになると思いますし、その動画登録の隣に入会申し込みっていうところもありますので、まあ、そこからフォームに入力していただければ代表との面談が待っているとそういう流れですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。はい、ぜひ高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いします。